アレッポ唐辛子は特に中近東料理や地中海料理でスパイスとした用いられる唐辛子である。ハラビー唐辛子としても知られ、ワインレッド色に熟したものを半乾燥させ、種子を取り除いてから粗引きにして用いる。シリア北部の古い都市であるアレッポにちなんで名付けられ、シリア及びトルコで見られる。20世紀になるまでアメリカ合衆国ではアルメニア、 シリア、トルコからの移民コミュニティの中以外では、ほとんど見られなかった。ロサンゼルス市によると、アメリカ合衆国で広く見られるようになったのは、1994年のポーラ・ウルファートの著書ザ・クッキング・オブ・ザ・イースタン・メディテレニアンがきっかけとされる。アレッポ唐辛子の辛さは穏やかで、スコビルチは約1万である。果物薬味のような風味を持つ。味は、 ポブラノに近いが、油分が多く、乾燥過程で用いる食塩の味を感じる。辛さはゆっくりと感じ始め、レーズンのような風味も持つ。乾燥トマトのような香りであるとも言われる。一般的には、粗挽きの粉末状にして用いる。他の粉末は赤唐辛子とは異なり、辛さを和らげるために内科肉や種子は含まない。赤唐辛子やパプリカ粉末の代用として用いる。 メゼの料理によく用いられる。ありがとうございます。